ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いっけ、うんぜい。立て直すわよ。危ない、ジャンパーさん。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まあ、いっ
ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。Slow!
か、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパー。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。よし、かかってこい。このコックに逆らうとどうなるか教えてやる。おら、狙撃手の腕を見せてやる。先に進む。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。俺たちは先に進む。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。いやー！ウソップン！ウソップが食べられちまう！ウソップン！待ってろ！今行く！うちのクルーに何してくれてんだ！待ってろ、アーム
ポイント黒点ロゼを導入見たか勇敢なる海の戦士の力を。なんだよ生きてたのか。よしじゃあ残りを片付けるぞ。危ねえ食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。つかねえのか。ほらいいから走りやがれ。ナミさーん、今あなたのナイトは行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけサル。あらこっちにもハサミ打ちか。上等だ、相手になってやる。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。てめえら覚悟はできてんだろうな。ジャンブフランバージュシャット。やる気まだよ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。あとは任せてもらって大丈夫よ。ドスフルール。グラップ。私の出番かしら。ちょっと痛い。お前たちの相…待ってろ。マナーがなってねえの。まったく手間かけさせやがって。俺はまだまだ強くなる。よし全員俺についてこい。海の一流国は技も冴えてこそだ。
悪くないわね。仲間のために強くなるのも。みんなの役に立ってみせる。力がみなぎってきた。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。なかなかやるわよ。サンダーボルト。手ごわいわね。みんな気をつけて。オチエンタフルール黒トーマーのショック。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト変装。いけるか。ゴムゴムのブレッド。てらこの野郎、反撃開始だ。
下ろしちまうぞ。パーティーテーブルキックコース。ぶっ飛ばしてやる。手強いわね。みんな気をつけて。任せて。はっ。ありがとう。助かったわ。ナミさん。無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。よーし、全員俺についてこい。よーし、編隊完了。ナミさん。無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな。ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよあの島。デケイ島がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろフードバーストて直すわよ。ああ
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞ。お前ら、点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。ぶっ飛ばしてやる。ギアス、セカンド。これは気を抜けなそうな相手ね。
任せて。支援フルール。デルフィニウム。10万よ。幸せパンチ。もう何なのよ。手ごわいね。みんな気をつけて。オチエンタフルール。クロトワマード。ジャンブプルミエールアッシュ。あちちちちちち。サンダーランステンポ。これは気を抜けなそうな相手ね。これでどう。私たちの勝ちよ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。俺が万能薬になるんだ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるが。さて。あっちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。
定際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。行くわよ。おい、任せて。ちょっと痛いよ。下がれ。そいつらお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。やめて。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何を知らなかった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたの。無関係ということはないでしょう、ね、ええ、私のせいよ。ごめんなさい。
でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の水だ。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなのだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分にも漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。さあ飯だ。この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。
じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。体で受けてみなさい。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ドリア、よし、おっさん、サンジ、メジ、そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あら、威勢が良さそうね。レディーが待ってるって。今行く。まったく手間かけさせやがって。よっしゃ、ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。これが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さて、ここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。
行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがある。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い、前にどこかで。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。から抜け出たキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。
んだ？でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、なんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。狙うならあっちにしなさいよ。こんな、任せろ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。なめんじゃねえ。やっべ、反撃開始だ。そこまで。ちょっと黙って。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。やるなら相手になるぞ。力が戻ってきたみてえだ。私の予報は100発100中。決して。力が戻ってくるのが分かるわ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。目指すは世界一の大剣豪だ。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。なんだ？
急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。伸びるな。かかってきやがる。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。すぐに黙らせてあげるわ。トレインタフルール。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。男には容赦しねえ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、メシ、力が戻ってきた。マリモのやつには負けぬ。私の予報は百発百中。決し力を取り戻せたみたいね。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。みんなの役に立ってみせる。目指すは世界一の大剣豪だ。あいつはロビンに任せよう。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。やっべ、粋なことするじゃねえか。ゴムゴムのバズーカ。粋なことするじゃねえか。行くわよ、サイクロンテンポ。そこまで。
みたいだな。ロビンちゃん、あれ？ナミさん、怪我はないかい？アルサンジ君、お気遣いありがとう。問題ないわ。調子がいいぞ。力が戻ってきたみてえだ。やったー。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。やったー。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。俺は強くならなくちゃいけねえ。待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。レディーが待ってるっていうのに、まっったく野暮な奴らだぜ。バースコート。てなこの野郎、ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。さあガツンとかますわよ。どれどれ、いただき。さて行くわよ。今行くわ。これでどう。俺の蹴りを食らいたいのは、おら、あたしの番ね。よっ。喉渇いちゃった。ねえサンジ君、ジュースないの？力が戻ってきた。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。
れてる。上がってきやがる。ゴムゴムのガソリンだ。うおー、勝ったぞ。クソジジイの蹴りに近づいたか。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。俺強くなった気がする。でもな、何かいるのか、こんなところに。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。
ットはエルイ。てめえらか、ずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。開始だ。任せて。どれどれ。いただき。やい。マナーがなってねえな。程度だ。ゴムゴムのバズーカ。その程度だ。さてどうしましょうか。今行くわ。強烈なのをお見舞いしてあげる。行くわよ。えい。あんたがどれだけ強くても私の予報は外れない。よっしゃ。クソジジイの蹴りに近づいたか。やった。力が戻ってくるのがわかるわ。このキャプテンウソップに不可能などない。みんなの役に立ってみせる。技のキレが戻ってきたか。